して最後に比例候補であります参政党の外部アドバイザー泉秀よりご挨拶を申し上げます。いやー、なんかこんな綺麗な流れができた、こう見るもこと、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ある方もね、皆さんどうも、泉秀でございます。というても、まあ去年までですけどね、吉本にいたのは、それまではあの吉本にいてですね、参政党の、まあ、応援をしておりましたけど、去年に吉本も辞めまして、今は参政党を一生懸命皆さんに知っていただくためにいろいろ講演とか SNS とか出しておりますけども、神谷この代表ね、と資料太のもう何でも漫才師のお前がやってんねんというのをまずあると思いますけど、あの泉大津市長のあの南出というのが、あの何は高校のボクシング部なんですけど、それの後輩でして、彼の紹介で神谷さんと初めてお会いしました。その時にもうあのビビッと来たんです。あ、日本をこの人に任そうと思ってもうね、その段階で僕もいろんなことをまあいろいろやって40年ぐらいには経ちますけど、20歳ぐらいの時に日本このままちょっとおかしな方向に行ってるなっていうのは、実は40年前から神戸西部のラグビー、ミスターラグビーのシナー平尾君とかその辺とかも喋ってたんです。ちょっとおかしいよなこれ、俺らが住んできた20歳までのバブルがあった時となんか楽しさもちゃうし、みんなもなんかちょっと下向いて歩いてる人多いし、昔の日本も明るいね、まあ僕なんか江戸時代知らんけども、海外から来たらいろんな本とか見たら、やっぱりなんであんなみんな笑うてんねんと、井戸端会議じゃないけども、やっぱね、ほんで吉本もいたんで、やっぱり楽しいということが人間のやっぱりパワーになるんじゃないかというのは、僕もあの30何年間吉本にいましたからやっぱり思うんです。そう思ってる時に神谷さんと知り合いまして、あ、日本このまま行ったら危なくなるなって言って40年間言ってたことが、今見てください、今皆さん楽しいですか。先ほども黒川君も言ってましたけど、これから支えていくのは若い人たちです。その若い人たちが30代までで一番多いのは自殺ですよ。もうこれね、ネタちゃうって思うぐらい、ほんまにこれネタにもなりませんよ。みんな死ぬんですよ。なんで死ぬか言ったら、将来に明るい未来が見えないから、光が見えないから、お父さんお母さんを見てて10年後20年後こんなんならもう死んだ方がマシだと思うんで死ぬんですよ。それから見てください、今の与党がやってることね。ね、日本の宝は何ですか、いや、いろいろ海外から来た学生たちが宝、そんなこと平気で言う、日本人として、いや、日本の宝は日本の子供たちでしょ、日本の子供たちですよ、宝は。そこに僕らが働いた税金とかを使ってくれるんやったらね、いいですよ。それをなんで海外から来たやつにお金渡すの、それをまかり通って皆さんうんって言うてる、それをね、拍手してんのむちゃくちゃ嬉しい。皆さんね、僕らに無駄ついてくる、ここで喋るのめちゃくちゃ嬉しいけど、ただね、僕らが意見を述べへんかったからこうなったんです。はっきり言いますけど、結局僕らが動かへんかった結果が今若い子たちが自殺してる状況になってるんです。その時に本当にあの8年前にね、神谷さんに出会いまして、参政党という党が、まあ、その頃まだ党と違うかな、その頃は違いましたけど、いや、このままいったらおかしなるんちゃうかって、僕も吉本いながら食べ物のことはもう35年前16年前から一生懸命やってました。食べ物も国がええよええよって言って食べてるやつが、国を信用してる日本人真面目だね、それが大半ボスが言いましょう、みんないろいろなってるんですよ。そういうのをきっちり皆さんから、皆さんはね、悪いけど病気になって死んでる方もいらっしゃるんですよ。その方たちが命かけて教えてくれんねん。それとちゃうことをずっと日本の政府の与党は言うてるんです。それを聞いてね、病気が減ってたりとか、先進国でがんが減ってる、日本だけですよ増えてるのは。こうなってる状況にしたのは残念ながら僕たちなんです。ということで、ね、僕たちが責任持って僕たちが日本を変えなダメなんです。ほんで皆さんができることはやっぱり選挙に行くことなんよ。日本が高度成長期でずっと言ってる時はね、70%、80% の選挙率あったんですよ。それが今 50% ないんですよ、どこも。それでこの国あかん、この生活苦しいっていうのは皆さんあかん、皆さんにも僕らもそうです。僕も言ってましたけど考えてなかった。ただもう一回、毎回もう一回立ち止まって真剣に
ね、考えて、ね、僕らはまあいろいろ時間もありますからグローバリストと戦わなあかんなというのもありますけど、結局ね、みんなお金で動いてる。お金で、お金に勝つのはね、愛しかないです。お金は絶対なくなります。ただお父さんお母さんを思う気持ち、子供たち孫を思う気持ち、日本を思うこの気持ちに絶対ゼロはない。絶対に勝てます。ただ勝つにも早くせんと皆さん間に合えということはね、皆さんやっぱり選挙行くのはダメなんですよ。だから選挙行って今耐えなあかん。だからね、決まってる人はいいんですよ、それぞれが。ただ決まってない人が 50% いんねん。行っても変わらへんと思うやつが 50% もいるんですよ。その 50% いかへん、ちょっとのやつで決められてるんですよ、僕ら。ということは、皆さんが今日来てることはね、多分賛成の入れていただけると思いますけど、皆さんも伝えてください。で、関西も大阪維新とかでガーッて行きましたよ。皆さん楽になった？なってないやろ。僕関西のええとこはね、あ、自民あかんな、自民あかんわ、維新に行こうって。それええとこやと思う、僕大阪はね。大阪はそこでやってあかんかったら、あかんやんって。次参政党行こうやって言おうやみたいな。いや、それ普通にそうやん。だって実際見てんやから。だから日本動かすのはね、大体歴史系もそうけど、大体西から動いていってんねんね。で、関西の力はもっと出さなきゃ。私も今回近畿のね、比例代表出てます。僕の名前書いてもダメでしょ。皆さん許しますよ。党に参政党ね、政治に参加する参政党と書く。これで参政党のが皆さんに知ってもらう。で、参政党の党員が神奈川の下に続いてどん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 国でも入れるような立場ね、そういう立場にしてもらわんとあかんので、とりあえず僕別にね、もう僕ももう60超えてるからね、もう神谷さんに来られるから、主さんもしなったらめちゃめちゃ気をせなきゃいけません。もうはっきり言うてね、体力ちょっと落ちてきた。もうそれからね、次のほんまに40代30代につなげる礎になることを決めました。それからもうあと20年もしたらね、もう死ぬかもわからん。ただね、礎を作らなきゃ僕は。ほんで皆さんも選挙行く人はやっぱりね、自分の中で、心の中できっちりと今の状況を一回立ち止まって、もう一回考え直して、ほんで小さなところからね、家族の中で一回喋りましょうよ。どうやとお前らって、いや、お父さんお母さんどうのこうのって言われたらなんでって、そこで喋ろうよ。やっぱり喋る、関西人は喋るっていうのは一つの文化やから。関西の人はやっぱりね、動いてどん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 、もうね、はっきり言うてね、ここ何年間もうほんまにえらい目に遭うてるよ。私もまあこれネタにしてますけど、神谷さんと知り合うてからレギュラー13本あったらなくなりましたね。なぜかというと、テレビの番組中でもまあ健康のことやってるからね、その仲のいいカメラマンとかフロアのディレクターとかおったら、かわいそうにシェリーズとかなってるからね、いや、これやめた方がええよ、やめた方がええって言うんです。なんでかって、もう言わなあかん、せっかく言うから、それで治るから言うんですよ。全員が治るとは言いませんけど、それが一つの情報になって治ってくれたらいいから言うんですけど、それをやっぱり聞いてるプロデューサーがおるからね、バーッと降りてきて、主さん一応来月で一応終わってもらいますと言って、どんどんなくなったんですけど、でもね、それはそれで、でもその人の子供たち、家族が僕は幸せになってると思ってるんですね。それが大事なんですね。皆さん自分だけ、今だけ、お金だけで言うことも聞きますけど、それやってても結局ね、幸せはなれません。自分がってお金あって家やっても、要は、まあ、YouTube とかやってますけど、お金あればあるほど不安がどんどん出てくる。人のこと信用できへん。昔みたいに日本はね、隣の人は何してる人がしてる、今マンションでも知らん人いっぱいおんねんから。それが日本ですか？違うよ。日本はもっと、日本人はもっと、要はこの街頭で言わせてもらいますけど、みかん持ってて落としたらね、嫌うのは関西人やで。関西でカナンナン落としてて、拾っていくつ拾って、でも一個ちょうだいって言うのが関西人だよ、ね、それはね、やっぱりね、コミュニケーションなんですよ。やっぱりこれを取っていくのが大事だよ。で、それを一般的にやろうとしてるのは実は参政党なんです。ほんでね、この参政党、僕ほんまに感謝してプラットフォーム作ってくれたのがね、これは僕もね、今日もオレンジのネクタイしますけど、オレンジのネクタイ、僕なんかね、やっぱりもともと芸人やから、ええ加減やからね、
あの水道では座ろうと思うんだけど、これつけてるときは座らへん。でこれをつけてるときは、オレンジを着てるときは物落ちたら拾うねん。ほなね、拾われた人はオレンジの人から、あ、助けてくれたらね、拾われた人は次誰かが落としたまた拾うねん。それが関西人だよ。感謝を持ったら、感謝したら、自分で感謝したら次、あ、私もこんなことしたろう。それが実は参政党なんや。これにもう一回気づいてほしい。もう自分だけじゃないですよ、自分だけじゃない。やっぱり日本、ね、関西、地域、家族、これを良くするためにも、とりあえずね、皆さんね、あの選挙を参政党と書いて、今日からもう言えるもんね、参政党と書いてください。ほんで、行かへん、今日もう、俺、一挙いても変わらへんなって思うんやったら、お前、お父ちゃん、お母ちゃん、感謝してる、子供好きって言ったら、おう、ほんなら一緒に行こうって言って、ね、結局は皆さんのためにも、自分の生活、地域を良くしないとダメなんで、参政党と入れてください。ね、それから、まあ、まあ言ったら、比例代表の比例のとこありますから、そこには僕の名前書いてもダメですよ、泉秀が言ったけど、参政党とか、それを一人じゃなしに二人三人、ね、おじいちゃん、おばあちゃんも連れて、皆さんで行っていただきたいと思います。この後も私も2週間も、礎を作るために頑張ります。もう死んでもいいかなと思うつもりであるんで、皆さんもこれからもし、近くに行った時はお声をかけていただきたいと思います。ということで、皆さん参加とよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、参加討論終了させていただきます。はい、ありがとうございました。まあ、今日は私以外に3人の弁士、候補者がいましたけれども、こんな方々が94名、今回の選挙に立っています。他の政党の話さかりが違うでしょ。思いが伝わるでしょ。本気でみんな日本を良くしたいと思っているそんな人たちの集まりです。別に学歴が高いわけではありません。選挙でのお金も積んでいません。何か本当に何かの推薦があるわけでもない。一人一人が自分の思いで頑張ってやっている、これまでの政治活動してきた、それが参政党に集まる人たちです。ぜひですね、皆さんの町にも北は北海道から南は沖縄まで参政党の候補者いますので、自分の地域の候補者がどんなことを言っているか聞いてください。そして日本を良くしたいな、ね、日本をこれ以上馬鹿にされたくないな、日本をなめるなという気持ちが湧き起こったら、比例にはぜひ参政党、参政党とお書きいただきたいと思います。では参政党の今回の選挙での必勝、大勝を記念いたしまして、参政党コールというので示させていただきたいと思います。私がせーのと言いますので、皆さんぜひ1、2、参政党とご唱和いただきたいと思います。ではいきます、せーの、本当にありがとうございました。